ズーマーは、ホンダ技研工業が製造を販売していたスクータータイプのオートバイのシリーズ商標である。2001年6月に発売された、排気量 49cc の原動機付き自転車である。先発していたエープに続く、N プロジェクト第2弾として発売され、主に個性を主張する若者をターゲットとした。スクーター特有のプラスチックカバーがない、ネイキッドスタイル。 前後極太,太タイヤデュアルヘッドライトなど新感覚デザインが採用された。フレームは外装部品で隠されてしまうことが多いが本モデルではデザインの一部とするシンプルな構造でカスタムベース車両としての用途も広い。整備士資格を持たない素人でも比較的簡単に分解と組み立てができるためショップだけでなく個人レベルでもエンジンのチューニングや改造が楽しまれており 日本国内外のメーカーから数多くのパーツが発売された。2002年より日本国外へも輸出されており、欧州仕様は同じ名称だが、北米仕様ではラッカスという名称で販売されている。2007年10月にマイナーチェンジが行われ、自動車排出ガス規制対応のため燃料噴射装置を搭載。 2016年7月1日に施行された欧州ユーロ4と WMTC を参考とした規制値及び区分の平成28年排出ガス規制をクリアすることが難しいことから平成24年規制に基づく継続生産者である本モデルは2017年8月31日をもって生産終了となった ZEMAX2012 年に発表生産は 太陽黒板国バンコクとラートクラバンクにあるタイホンダマニファクチュアリングカンパニーリミテッドで行われ、タイ国内での販売は二輪車販売部門 AP ホンダが担当する。車体デザインは 50cc モデルよりボリュームを増やした角型スタイルとなり、ホイールは前後12インチにし、一部モデルと講述する日本国内向け仕様はコンビブレーキを搭載。また一部グレードは前輪を、 ディスクブレーキとした。エンジンは対国内向けモデルであるスクーピーアイアクリックと共通の排気量 108cc クーレイ4ストロークエンジンを搭載。日本国内向け仕様は2013年のモーターサイクルショーで市販予定者として展示、同年6月14日より正規輸入発売。2016年に生産終了となった。ありがとうございます。